どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。先日、上野の科学博物館に行ってきたよ。おう、今、ドクターストーンコラボやっとるよな。暑い中、行ってきたよ。どうやったん？午前中は、上野動物園、午後は上野科学博物館ってコースだったんだけどさ、時間が足りなかった。強行スケジュールやな。上野動物園は3時間くらいでちょうどよかったんだけどさ、問題は科学博物館の方だよ。何が問題やったん？時間が足りない。3時間で見回ることなど不可能だった。そんなに広いんか？びっくりするくらい広いよ。その広さの中でドクターストーンコラボしてるポイントがいくつかあるから、探しながら見回るだけで3時間じゃ絶対足りない。1日コースなんか。しかも17時に閉まるからね。朝から行くしかない。今から行く人覚悟していかなあかんな。そんなわけで今日のレビューはこちら、ドクターストーン流水だよ。お、ドクターストーンの3期ですか？いや、この作品は DVSP として作られたんだ。1時間くらいしかないんだ。なるほど、なんか概念的な感じなん。が、釣り2期の続きで、3期に繋がるストーリーになってる。わお、見ないとアニメ組はついていけなくなっちゃうんやな。個人的に見終わった後に一番感じたことは、なんで、これを映画でやってくれなかったんだってことなんだ。そんなに良かったん？うん、60分しかないけど、もう少し話を膨らませるなり、追加するなりして90分の映画として上映されてても、遜色がない出来栄えになってる。そんなに？監督さんが変更されてて、私は、そこはちょっと不安だったんだ。3期もそうなるんか？そこはわかんないんだけど、この DVSP は、キャラデザや作家の人は、そのままだったからこそ、監督が変わったことによる違和感が一切ないんだ。おお、それはすごいですね。冒頭から見せ方が素晴らしいんだ。いわゆる、これまでのお話が描かれる。1期と2期のおさらいよな。ナレーションベースでやるんか？いや、劇として見せるんだ。劇？千空の物語を劇という形で、スイカたちに見せてるんだ。コミカルにメインキャラたちが千空たちの、これまでの経緯を演じながら、2期の最後で仲間になった人たちに、これからやることを教えてる。それが、同時に見てる人への、お話のおさらいにもなっとるんか、手法がすごい。2期のラストで司と和解し、千空たちは、海に出ることになるんだ。はいはい、そんなラストやったよな。でも、携帯電話作ったくらいやし、もう船なんて朝飯前やないの？大きな木造船を作るのに、ハヒトデが必要なんだ。でも、千空には、ここまでの話で仲間になった人たちがいる。彼らがいるからこそ、千空は船を作れるんだ。友情、努力、勝利の流れは変わらないんやな。でも、船があっても航海士がいない限られた復活駅の中で、とある人物を生き返らせることにするんだ。波？それが、流水。タイトルにもなっとるやん。彼のインパクトは凄まじいんだ。復活した瞬間に彼は高らかに宣言する。ははは、世界は、再び俺のものだ。俺は、世界の全てを欲しい。そして、世界は俺を欲しがったということだ。くさ、こゆい、こゆい。指パッチンしながら復活し、自らが置かれた状況も秒で理解するんだ。もう、千空っていう主人公の存在感すら食うようなキャラとも言える。タイトルになるだけはあるな。この作品は、ストーリーはまっすぐなんだ。そんな物語を綴るキャラクターたちの人間らしさと熱い思いが、キャラの魅力にもなってる。そんなドクターストーンだからこそ、新キャラの魅力も凄まじいんだ。これぞ、ドクターストーンのキャラって感じやな。もともと、彼は大金持ちな御曹司なんだ。ちなみに、船を動かすために、千空たちは石油を探してる。流水は、自らの能力を提供する代わりに、そんな石油の権利を求めるんだ。え？3000年の石化から目覚めて、1日と経たずに、石油王になる。それが流水なんだ。どんなキャラやねん。そんな資本主義の王のような男だからこそ、このストーンワールドにも資本主義を生み出す。ほう。通貨の概念、商売の概念、今までのストーンワールドにはなかった経済が流水が復活したことで生まれるんだ。なんやこの作品。人類の発展に経済という人的資源の効率化は不可欠なんだ。経済もまた科学であり、そこから生まれる社会もまた科学なんだ。なんかすごい話になってきよった。労働力や各々が持つ力に対する対価に対して支払われる紙切れ、そんな紙切れが社会を動かす要因にもなるんだ。貨幣概念が生まれるんやな。紙切れが、貨幣が社会を動かす。社会が動けば科学も発展する。もう私は震えたよ。ドクターストーンという作品が、ここまで、科学というものに踏み込むとは思ってもなかったんだ。単純な化学だけやなくて、社会科学も扱っとるんやもんな。通貨が生まれ、経済が生まれ、社会が回れば、文化も生まれる。ファッションという美的観念が、さらに通貨を動かし、経済を回すんだ。そんな経済が生まれたからこそ、相場操作をする者もいるんだ。誰？ゲンだよ。お前かぁ。噂で相場を操作し、偽の金で人を操る、さりげない弦の活躍が見てて、ニヤニヤしちゃうんだよ。そんな中で、石油を探すために千空は、空を飛ぼうとするんだ。え、飛行機ですか？空を飛ぶ技術は、科学の塊なんだ。そんな科学の塊のはずの、気球作りの工程は3つしかないんだ。たった3つ。布を作って、火で空気を膨張させて、空を飛ぶ、それだけ。でも、
そんなシンプルな仕組みのために行われる作業が面白いんだよ。数万キロの糸を作り、糸を布にする。たったこれだけなんだけど、面白い。そこがドクターストーンの魅力やな。マイクラ的な魅力というか。うん。目的のものを作るために違うものを作って組み合わせていく。その過程が面白い。その過程は、途方もないものではある。だからこそ主人公である千空だけでは成し得ない。優勝が生きてくるんやな。この作品、たった60分しかないんだけどさ、ドクターストーンっていう作品の面白さが詰め込まれてるんだ。みんなで作った気球、そんな気球に3人が乗り込むんだ。1人はクロム。お、ストーンワールドの科学者やな。彼はこの時代で科学を追い求めていた。その中で千空に会い、彼から多くのことを聞いた。でも聞いてるだけじゃダメなんだ。というと、いくら地球が青くて丸いと言われても、彼は自分の目でそれを確かめたいんだ。科学者やな。クロムが気球の上で初めて見た地球、地球は丸かったんだと自覚し、涙を流す姿に見てる側も思わず涙を流しちゃうんだ。やばい、とても60分の作品とは思えへん。3人の主人公を乗せた気球は西へと進む。でも簡単じゃないんだ。というと、気になる方はぜひ本編で。あかーん、めっちゃ気になる。人が空を飛ぶ、それだけでこの作品は面白いんだ。たった60分の TVSP でも、その60分で笑い泣き感動できてしまうんだ。3期への期待感が吐く上がりやな。うん、映画としてやらなかったのは3期につながるストーリーだからってのもあるんだろうけど、私はこの作品は劇場でやってもよかったと思うよ。劇場版ドクターストーン見てみたいな。いつかやるんかな。3期は来年だけど、この調子で原作のラストまでアニメ化してほしい作品だね。ほなまた次回。じゃん。